はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。お、キララジオっていうのやってんですね。なんだろうこれ。キララジオってクスノキトモリがやってるあれか。冠担ぎの黒、海中旅話、黒役ですね。金沢舞さんって、遊び遊ばせの何だったっけ、なんかの部長だったんですよね。それを思い出しちゃう。ということで、今回、まず里で回収へ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。コインをいただきました。1000ですが、そう、キララポイントね。さーて、今日キララポイントが足りないというわけで、結構ねレベル上げるとキララポイントがいるんですよね。でも1万のキララポイントを確保できなければ何もならないじゃないのって思う。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。というわけで今回はルームってなんだろう。ああ、自分の部屋のことか。寝てる人を叩き起こす。寝てるキララキャラを叩き起こす。今朝はノンレム睡眠中に目覚めちゃった。この世界まで来て休日出勤。怪獣さん、シロ増えてる。また人生体験ゲームをみんなでやりたいな。今度はアレンジなしで二度腕がぷよぷよしてきたような。そのせいでしょう。せっかくなんだし楽しまなきゃね。これからもよろしく。ちょっとこういう風に行くとミッションをクリアすることができます。またお願いするかも。キララポイント1000ポイントは地味にいいですよね。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さあ、今回のメインです。前回はこのメインクエスト3章ちょっとだけですけどやっていきました。まあ次回でメインクエスト3章も終了でしょう。今回はイベントクエスト。あ、ストーリー始まっちゃうのか。やれやれ、まいった。ああ召喚されちゃったと。な、後ろに謎の木がありますね。だがエドワリア、いや、かわいい。おっと、おっと、いや、まったくせんわ。ところでよ、いや、ああ、
と。え、いや、そうだな。うん。さあ、アルシーブです、ここは。だが、確か。サシロボイスすごいですね。さあ。あ。おっと、あらー。お、なんだろう。うんし、なあ。ところ変わってっていうところですね。おや、うんうん、だよな。うーん、マジかよ。異世界もの。じゃあさ、そういえば、はい。わーい。それにしても、けどよ。確か、うんうん、キシシえ、あ、おや、あ、あえ、いや、はぁなあ、ねえねえ、はぁあ、はぁ、おお、なんだろう。ちょっとあの動きがよくわからない。でもこのキサラギ可愛い。さあ、タイトル表示です。私はこの、作品よくわからないんですけど、まあ、普通に楽しんでいきましょう。聞きますよ。ん？そう、私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。トレード。早朝、早起きは三問の徳。どれにする？召喚チケットとかありますけど。交換できないんですね。星結晶、星結晶は。
なるほど、そういうことか。交渉成立。特殊相関で、そういう星音のキャラも手に入れられます。三者三様ぶらり旅。今のおすすめ。集めたものを交換しないといけないですよね。なんだろうこの抽選マシーンって。今はコインですね、やっぱりコインっていう感じで。交渉成立。特に高交渉成立出るわけじゃないかな。な、所持数考えると所持数が少ないものは確かに手に入れた方がいいけど。交渉成立。結晶とか欲しいんですけどね。足りないんですよね。そんなに魅力があるわけじゃない。アスパラガスを交換するアイテムはないかな。使いづらいですよね、地味に。というわけでここは立ち去りましょう。テストやりましょう。どうされましたか。私でよければお話聞きますよ。時に迷うことはあっても道はつながってるから大丈夫さ。さあ行ってみましょう。バトルのない説です。誰だろう。わしゃわしゃ。はい、ありがとうございます。照れてますね。おや、わしゃわしゃされたい。ちゃったんだ。ということは、あれ、クロモンってこんなにいるんだ。クロモン国、偽クロモン。妙な話になってきましたね。私はクロ、旅人なのだが、その道中にこちらへ召喚されたようだ。いい声してますよね。
ただいまいち知名度が低いっていう気はしますね。自分は初めてこの話は見やったぜ。見ましたからね。ちょっといいかい。なんだよ、どういうことだ。やれやれ、何かされてないとかかな。いや、初期の初期とか。なるほどな。ところでよ、帝王の前とか。そうだね、前ってことはないだろうけど、たくさんあのご中佐の前にのように量産、うん、量産する前の話かな。悪いな。いいさ、動画工房も台頭しだした。ゆるゆりからだしな。おっと、そいつは、まあシルバーフォックスとかあるけど、ご中佐の、ニューゲームはどこが作ってたっけな。ちょっといいか。ああ。うん。お、出たサークル。そうだね。ミステリーサークルじゃないや。何サークルだったっけな。ぐるぐる回るって。おっと。いや、いや、あ、こっちもついていくんだ。よかったね。誰の声だろう、この線って。時に迷うことはあっても道はつながってるから。さっき続きバトルがないです。ルシーブ様。ちょっとよくわからない。そうだ、よかった。そうか。おい、なぜだ。だがおそらく、何が起こった。お、目がおかしい。石化。私は黒旅人なのだが、それにしても、いいかい。大丈夫。来た。よかった。おっと。そうだね。すみません、すみません。すまないね。えっと。そっか。はおっと。なるほどな。ここで二人が出会いますね。そっか。ところでよ、なんてこった。いや、そうですね。そうかい。おっと。はい、すまない。そうですねって何にかかってんのか。そうだね、仲いいな。そうですか。やれやれ、まいった。いいさ、ありがとうございます。いい人、クロさん、いい人ですね。私はクロ旅人。さあ、これは水です。水ということは土属性の人が
出動します。今83ですよね。ということはこれで87、もう一歩いけるな。これでいけます。行ってみましょう。おっと、ボーナスがつきましたね。シュガーさんにもボーナスがついてます。ってことはシュガー登場するんでしょうね。じゃあ始めましょう。ところで、いいえ、いや、お、なんか集団で現れました。おや？おや？うんうん。頭いい。このお金はまだいない。それにしても。初任クロモなんてあるよ。ありがとう。まさに匠の。匠の細やかな技ですね。お、お金にまでになっちゃいましたか。うん、でも、飽きっぽい。いやいや。いやいや、創作意欲が消えるともう面白くないんだよね。パンツね。ブーブー。お、ブラック企業だ。わかる。そうなんですよね。流れ作業になったらつまらないですよ。おっと、ちょっとアクションのなんだろう、カメラワークは変わった。いろいろメニューとかも変わってんのは知ってるんですけどね。来るな。早速シュガー出しちゃいましょうか。なんと安田を引き上げさせます。見せてあげる。なかなかお力ですね。あ、ただまだスキルは手に入れてないんですよね。さあ、ここでスキル発動。レガスはまだあるんだから。あるかな。え、大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。彼女も結構あの集団攻撃できるんで使いやすいんですよね。一丁上がりって感じかな。結局通常攻撃しかシュガーの出番はありませんでした。時に迷うことはあっても。さあ、引き続きこれはこのラインです。地属性どういうキャラが集まってるでしょう。見てみましょう。彼女でもいいぐらいですよね。まあ今のうちに。いいキャラ作っときましょう。選びも大事ですね。シュガーしかないんだよな。やっぱりシュガー持ってる人っていないよな。なんかユンが可愛いんでユンを選んでみましょう。よっしゃ、行くよ。ユン、はしたない。まだまだ余裕ですね。こっち来るな。トーン。近づいたらぶつよ。はい。さあ、使います。お願いします。こういうチャンネルを置こうかな。なんだろう。
韓国か。これやばいやつ。こっち来るな。わーい、勝ったよ。もう、そっか。モダニズム。いや、ま、そうだな。時に迷うことはあっても。さあ今度は緑です。赤ですね。当然のごとく。この属性です。彼女ですね。ちょっと同じ属性が固まりすぎてる嫌いはありますが、おっと、行ってみましょう。頑張ろうね。わーい。それにしても、多分高速移動。どうかね。あ、あ、な、最高だ。わーい。ああ。ほ。おいおい。うん。もう。けどよ。おいおい。お約束。でも。異世界転生かな、まあ。これ自体がそうだけど。犯罪行為手染めてたのかよ。倒すのも惜しいな。戦闘態勢に入るわ。まあ倒せなくもないですね。行きますよ。こうやってこうして、いい感じ。時に迷うことはあっても。さあ今度は水属性。ですね。行ってみましょう。リゼ行ってみますか。さあ行くぞみんな。何かいるよ。だ。やらせない。オッケー。さあこれでスキル使います。言ってよければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。そこだ。お待たせしました。
オッケー、これもまた出来上がりました。特訓の成果見せるとき。難しい。見えない聞こえない見えない聞こえない。おっと、止めるんじゃない。落とせ。これがよくわからない。調子に乗るな。チャンス。終わりかな。いや、ま、ねえねえ、こう、そうですね。誰？なんで？時に迷うことはあっても。道は繋がってるか。ふーんってすごいな。竹市場かな。だーもう。ふむ。でもでも。見つかった。おや。ジョーさん。お、いいえ、だーもー、ブーブー、バツ、わけわかんねえ、ブーブー、あはは、え、わー、うんぐんぐんぐん、マリコさん、ほう。さあ、非常にやばい流れになってきました。時に迷うことはあっても脱出だ。道はつな。というわけで、赤、炎ですね。頑張るゾイさんを下ろして。修行の一環で。ブーブー。だあもう。うんぐんぐん。ふむ。わけわかんねえ。プリズンなブレイク。でも。え、そうなん？いやいや。くそ。晩酌尽きた。ほ、誰？え？わーい！おうし！え？え？あ、マジかよ。
何か洗脳されてる感じがしますね、アルシーフは。怖くなんかないよ。行くよ。来い。じゃあ行くわよ。せーの。お願いします。こっくりこっくり。おいでませ。行った方がいいか。私は黒旅人なのだが、何でしょうね、謎のタイトル。うえええ、けどよ。でもでも、でもだよな。わかるぜ。うんうん。おっと、あ、誰？そうだな。だが。ところで、はい。なるほどな。うんうん。うし。私は黒。おっと。いや。あ、そっか。多分。そっか。お。うんぐんぐん。五等分の花嫁かな。それにしても。10割だよ。10割。うんうん。え、そうなん。いや。